まずは中央青学なんてどっちから行くんですか。フランスが英語で国際経営学部、国際情報学。もうこれで、ああ出ちゃった。さて始まりました、ムテチャンネル。さあ今回はですね、坂上さんの合格発表でございます。はい、はい。今回はまずは中央青学なんでどっちから行きます。まあ青学から見ていきます。青学から、はい、青学はどうでした。2つ受けたわけですけど、総合問題と小論ですね。小論ですね、はいはい。総合問題はどんなやつは、他人と差があるから違いを感じてしまって、なんだろう、他人のことを恐れて、違うっていう差を恐れてしまって、だから差別が生まれるんだよねっていうもので、まあそんな感じだったんですけど、まあそれについて書けみたいな。できた。差別はでめっちゃ出るんですよ、うん、むちゃくちゃ出て、今回の総計 の英語長文の最も出たのは差別。あ、一番多かったから、うん、間違ってなければね、これをカウントしたのが間違ってなければ、一番多かったのが差別、多様性、ジェンダーとかレイスか、うん、これだったんで、もうこれらがもうそう。であれは、漢字はあったの、漢字問題とかはありましたね。漢字5個ちゃんとありましたね。それはできた。まあ書けたかなっていうふうに。それはで共通テストの点がプラスになる。そうですね。英語と教育が英国で足切りみたいな感じ、うん、なるほど。でフランスが英語で、まあ英語だけですね。あ、なるほど。まあじゃあ英語だけだったらいい点取ってたし、さあ勝負って感じだね。じゃあそうですね、ウカローで見ましょう。はい。うー、怖っ。ウカローなの、ウカローなの、ウカローですかね、わかんないですけど。これ何、どうやって見んのこれ。多分もうこれで、あー出ちゃった。今日出た、はい、不合格。うわー、合否紹介何かあるの、これ、ここだ。まあ押しても、何かあるまあはい、ということでございます。残念ながら不合格です。悲しいものが。2月1日、 3am って何か。あ、2月13日ですね。あ、2月13日 AM。 あ、午前か、はい、なるほど。あ、なるほどね。振り込め詐欺が発生しています。はい、さあ、そしたらちょっと待って、もうこれ押しちゃったらできない、フランス文学怖っ。え、この横のこれを、はい、はい、はい、ということでした。いやー、こっちはそうか、英語と小論だったんだけど、ダメか。いやー、こっちはちょっと期待してたんですけどね。あー、小論。いや、枠どれぐらいの小論って。いや、ちょっとわかんないです。何人合格できるとかは知らないもんな。全然調べてないですね。うわー、いやー、いやー、フランス文学こっちダメだったか。これでも受からないっていう。いやー、やっぱマーチも厳しいな。うん、はい、じゃあ中央、あ、中央もこの同じシステムで見れるの。そうですね。なんかまとめて今見れるんだ。はい、そんな風になってんのね、受験って。怖っ。だってこれまた押したらあれ出ちゃうからさ。出ちゃうわけですね。ちょっと待って、じゃあ中央がいくつ。まあ今日出てるのは2つですね。あ、まだ1個出てないんだ。はい、何と何。国際経営と国際情報が、なるほど、出てるわけですね。じゃあ総合政策はまだ出てない、はい、まだ出てないですね。総合政策いつは。明日ですね。あ、明日。じゃあ、まあ、じゃあ最終回の時に、じゃあ総合政策とスポカになるわけですね。はい、わかりました。じゃあどうでした、これ受けた時は。は一応、うん、そのもう国語も英語も、うん、その学部の、うん、その学部で学べるものが、はいはい、原文も英語も出てたので、うん、で一応、まあ、統計で経営学勉強してたので、なるほどなるほど、国際経営とか総合政策は、うん、まあ読みやすかったかなっていうふうに思いますね。うんうん、でも文法苦手だった。ああ、もうそれはもう、それはそれはもう本当に文法のね、後ろでね聞いてて、おい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 と思いながら、おいおいながら、はい、はい、まあ、そんなでもやっぱ文法もちゃんと出るわけでしょ。そうですね、全然いっぱい出ますね。で、国語は原文だけなの。は確か総合政策だけ古文が
一番出ますね。で他はじゃあ原文だけ。原文だけ、はい、いや基本的にじゃあ今から発表するとか原文と英語だけのところですね、はい、いやーほんと科目そんなに少ないって言ったら高得点勝負になっちゃうじゃん。だってはい、はい、うわでもだって中央はね自信あったんじゃないの。そうですね、英語はもう、うん、もうボロボロで、うん、どっちも 70% 取ればまあ合格最低点ぐらいかなってくらいなんですけど、英語がまあいつも過去問としたら 65% ぐらい。ああなるほどね、うん、で国語がで国語がまあ 80% ぐらい取れてて。じゃあいきますね。2月10日国際経営学部国際経営学科、はい、はい、中央大学、ああ後楽園キャンパスね、はいはいはい、あそこに行ったわけね。はい、河合塾の本郷校があるところですね、はい、ではいきます。いや 見慣れた光景になってきました、はい、合格でございます。はい、次が国際情報学部、はい、あこれ場所違うんだ。あの、埋まっちゃって後楽園が。あ、へえ、はい、すげえなやっぱ人気あるんだな。なるほど、じゃあこっちの方はこう、はい、合格ということで。第二志望以下の学科コースの合否判定も行ったってこと。あの学部によって学科が、あなるほどね、伺って、多分それ総合政策が第二学科があるみたいな。なるほどなるほど、ということで、はい、あいけるだろうっていう感じだったけど、本番はダメだったんでしょうね。あなるほどね、まあ、受験ってそういうもんですから、うん、だから本当に早く始めてください。遅すぎるんだよやり始めるのも受験をねみんな舐めすぎてるから、そういうことです。早めに始めましょう、もう今の時期動いてください。まあそういうことか、なるほどね、国語は取れてたわけね、はい、あそっか、まあ残念だ、日大以外は全滅しておりますもうほんとスポカしか残ってないですからそうですね、スポカの小論文が果たしてどうだったのかっていうのがね、3月3日ですね。うわー3月3日にまあやるっきゃないっていうか、もう朝発表だっけ。まあおそらく10時頃だと思いますね。じゃあまあ3月3日11時ぐらいかな撮影するの。じゃあ、はい、もうそれで全てが決まるってことですね。そうですね、まあ、スポカー自体はでも受け終わってますから、はい、手応えは聞かなくてもいいか、まあ、小論文ね、はい、なかなか癖のある小論でしたね。そうですね、難しかったけど、一応ねもう一回書いてくれって言って書いてもらってはいるので、はい、合格発表の日にそちらも音読しましょうか。ああ音読ですか、はい、まあ、それはねちょっと出していきたいと思うんで、はい、ということでいよいよ最後になりますんで、次はそっか日大の話はまだスポカが終わってから全部考えよう、はい、じゃあ次回がついに本当の最終回ですから最後になりますんで、はい、中央の総合政策とスポカの合格発表で、これにて坂脇さんの受験終了いたしますので、これにてとかそれで終わりますので、はい、最終回をお楽しみにしておいてください。はい、ご視聴ありがとうございました。今日はチュン、いやー青学はいけると思ってた。青学フランス文は小論足切り共通英語で決めるっていう感じだったので、いけてほしかったですね。足切り突破してたわけだもんね。視聴者の方からも坂上さん言ってきてたんで、はい、はい、どうぞ。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。